状況歴、1729年版、国立科学博物館の展示。状況歴は、かつて、日本で使われていた、大院太陽歴の歴法である。初めて、日本人、渋川春海の手によって編纂された和歴である。以下、和歴の日付は、旧歴表示、西歴の日付は、グレゴリオ歴表示である。状況2年1月1日に鮮明歴から改歴され、 法暦4年12月30日までの70年間使用された。法暦5年1月1日、法暦暦に改暦される。状況暦は、渋川春海の手によって完成したもので、状況元年10月29日に採用が決定した。渋川は、中国の十字暦をもとに自ら観測して求めた、日本と中国との里差を加味して、日本独自の暦法を完成させ、 山和歴と命名した。当時使われていた、洗明歴は、800年以上もの長きにわたって、使われたため誤差が蓄積し、実際の天行よりも2日先行していた。また、各地で独自に洗明歴に基づいた暦が発行され、それらの中には日付に、ズレが生じているものもあり、暦の全国統一をする必要があった。朝廷は、民で使われていた。 大東歴に改歴する予定であり、状況元年3月3日には、大東歴改歴の御事のりまで出されていたが、渋川が採用を願い出た、山和歴を採用することとし、当時の言語から、状況歴と命名した。渋川はこの校により、幕府から新設の天文方に任命された。なお、800年ぶりの改歴は、当時話題となり、伊原採閣は、暦、 近松門左衛門は、賢女、手習い並み新歴を執筆している。ありがとうございます。